どうもー、ミーツでございます。今回は火災保険業者トラブルに注意っていうことについて話していきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、火災保険のトラブルについて話したりとかですね、お薬の資格、登録販売者について解説しますとか、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、このチャンネルはですね、結構役立つなとか、なんか和むなとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあね、今みたいな、まあコロナによってですね、困ってる個人とか、困ってる会社がね、たくさん増えてくると言うとですね、このね、詐欺的な手法とかですね、まあ、悪いことをする人たちっていうのがね、こう増えてきて、それに伴ってね、トラブルも増えていくと、まあそういうようなね、状態になるので、まあちょっとね、注意喚起っていうことで、話をしていくんですけども、まあ僕もですね、自宅でですね、この怪しい電話っていうのを受けたことがあるんですけども、まあこういうね、日本損害保険協会っていうところでですね、このね、火災保険が、使えますというですね、住宅修理サービスの、トラブルにね、注意と、まあそういうチラシを作っているんですけども、まあ例えばね、あなたの負担はないですと、自己負担ゼロですって言ってね、修理の契約をしたんだけども、実際にね、保険会社に、保険使えますかと、保険金出ますかっていうことだと、全額ね、自己負担で出ませんというケースがあって、まあこちらにね、すでに契約をしてしまったと、まあ、保険を使えば無料ですよって言われてたんだけど、実際に保険は使えなかったからね、自分で払わなきゃいけないとかですね、まああとは、強引な勧誘とかね、まあ他には、嘘の理由で請求ね、古くなったところも、先日の台風のせいで、保険金を請求しちゃいましょうとかですね。まあ、それをね、老朽化による損害は、保険金の対象外ですということになるとかですね。まあ、このね、嘘の請求ってなると、まあ当然もう詐欺に当たってきますから、まあ、これはもうもちろん大問題ですし、まあ古くなったところってなるとですね、まあ例えばね、家なんかは、住んでいればね、必ずこう老朽化してきますし、まあ車なんかもね、もう10年経たなくても、まあ2年3年経てばね、古くなってくると。まあそれをね、全部保険を使うということになると、乗ってる人、車に乗ってる人全員とかね、住宅に住んでる人全員が保険を使うっていうことになってしまうんで、まあそれだとね、ちょっとおかしなことになってくると。まああとはですね、トラブルの相談がね、まあこういうね、右肩上がりで、10倍ぐらいになっていると。まあただね、相談しないで泣き寝入りしてるケースっていうのもあるんで、実際のところはね、何倍になってるのかわからないと。で、まあこういうね、悪質な業者っていうのは、どういう形でね、こうその相手とね、接点を持ってくるかっていうと、まあいきなりね、このアポなしでこう訪問してくるっていうのが、まあ8割ぐらいを占めていると。まあ僕はですね、電話を受けたことがあるんですけども、まあ電話よりもね、圧倒的に、アポなしでね、来るケースっていうのが多いと。まああと僕が聞いた話だとですね、この日曜日にね、電話をかけてきて、私はね、その保険会社から、委託を受けているね、業者ですと。まあそういう話をされたんですけども、保険会社の方にね、そういう話ってあるのかということでね、その方が電話したところ、いやいや、そんなことはありませんということでね、まあ、その委託も受けていないのに、委託を受けているみたいなね、形の話をしたりとかですね、まあ、あとやっぱりね、これを見ると、高齢者からのね、相談が多いですと。まあ、年齢とともにね、どうしても判断力がね、落ちてきてしまうということがあってですね、まあ、やっぱり高齢者のね、被害というのが多い。まあ、他にはですね、このね、宮城の、宮城県のね、
消費生活情報っていうね、このまあチラシがあってですね、まあこれの2020年の10月号、まあ最新号ですね。まあこれにもですね、この保険についてのね、トラブルっていうのがちょっと載っているんですよ。まあさっきね、ちょっとご紹介したチラシと似たようなケースなんですけども、まあこれですね。損害保険を使って、住宅を修理しませんかということがね、きっかけでトラブルになったと。まあさっきね、ちょっと割合も見せましたけども、まあ8割ぐらいが訪問だと。まあ突然ね、訪問してきた業者が、お宅のね、雨戸に歪んでるよと。保険金で修理できるので、あなたはね、一切お金はかからないよというので、修理を申し込んだと。50万のね、工事の見積もりをもとに、保険をね、請求したんですけども、まあ、丸々ね、損害保険とかっていうところに請求したんですけども、そこからはですね、実際に支払われた保険金っていうのは、20万だったと。まあ、50万の見積もりに対して、保険金はね、20万しか出なかったと。で、業者さんにですね、この足りないね、30万のお金は、すぐ払えないよ、と伝えたところね、今すぐ、違約金としてね、保険金の 30% を請求すると、強い調子でね、言われたと。まあなんかね、ちょっと悪いような顔で書いてありますけども、まあこういうこともですね、宮城県のね、このまあ最新の、情報ですね、こういうものでですね、紹介されているので、ぜひね、こういうコロナの状況だとですね、やっぱりこういう怪しい業者とかですね、悪い人たちっていうのがね、こう暗躍すると、まあそういうことになるので、そういうことはね、ぜひね、注意していただければなというふうにはね、思っております。まああとですね、このね、嘘の理由でね、この請求しましょうと。まあさっきですね、これですね、これ。このまあ嘘の理由で請求しましょうってなると、まあさすがにね、これは詐欺になるので、そういう場合はですね、まあこういうね、保険金不正請求ホットラインというのもね、あるので、まあそういうね、ことを持ちかけられた場合はですね、こういう番号にね、こんなことがあったんだよということでね、情報提供の方もね、していただけるといいのかなというふうにはね、思っております。まああとね、実際に僕がね、受けた電話っていうのは、今ね、インターネットで、こう電話番号を検索するとですね、いろんなね、口コミっていうのがこう出てくるんですよ。で、その口コミを見てたらですね、その保険会社とね、全然関係がないのに、さもね、関係があるような口ぶりで、この業者はおかしいとかですね、まあそういう書き込みがですね、もうなんか300件とかね、そういうような形で入ってるような業者だったので、さすがにこれはおかしいよな、というようなね、部分というね、ことはあったので、ぜひですね、こういうようなね、話があった時には、すぐに契約しないでですね、自分のね、入っている保険会社とかですね、保険代理店の方にね、相談すると、いいんじゃないかな、というふうにね、思っております。まあ、こういう時代はね、詐欺が横行しますから、ぜひね、気をつけて生活していただければよろしいかと思います。それじゃあね、気をつけていきましょう。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。気をつけてください。